そういうことをすることによって日本とロシアの関係がこれからますます緊密になり、そして日本をしていただくという機会も増え、両国の政治、経済、文化といったようないろいろな場面でもって友好関係がまた相互理解が進んでいくことを心から期待をいたしております。はい、ただなんです。よしこさんです。